こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、茨城県をドライブしております。そして目的地が焼き芋で有名な貝塚さんというお店に向かっております。ここ2、3ヶ月くらいかな、焼き芋に突然ハマりまして、そのきっかけがですね、あのたまたまスーパーでよく売ってるじゃないですか、焼き芋。その焼き芋を買ってみたところ、大当たりの焼き芋を引いてしまいまして、そこからもう2週間に1回もしくは1週間に1回は焼き芋食べてるんですけど、なかなかねスーパーの焼き芋じゃ当たり外れが激しくて、最近本格的に美味しい焼き芋屋を調べるようになりまして、そうしてたどり着いた先が茨城県の貝塚さんになりました。でこの間年末かな、千葉県にある貝塚さん分店なんですかね、そちらに行ってみたところ、もう道路にはみ出して数百メートルの車の渋滞ができるくらい混んでて入れなかったんですよ。で本日は平日に、貝塚さん本店に向かってみようと思います。さてあと30分くらいドライブですね、楽しみだな。天気いいしドライブ日和ですわ。で先ほどですねお伝えし忘れたんですけど、あの貝塚さん教育本店は800件ぐらいなんですけど、口コミ評価がすごくて、他の店舗とかは1000件とかあって 4.0 とか 4.2 とか超えてるんですよ。すごくありません、焼き芋で、まあ、焼き芋でって言い方あれですけど、だからもう期待値がだいぶ上がっちゃってますけどね。本当どんな感じなんすかね。用もないのにこうして地元のホームセンターに立ち寄るという行動に私は風情を。そろそろ着きます。着きました、よかった、空いてる、中入ります。詰め放題があります、100円だって、このサイズ食べきれんな、買っても結構あるわ。購入しました、冷蔵の焼き芋と冷凍の焼き芋と、その場で食べるホクホクの焼き芋買いましたので、まずはホクホクの焼き芋食べてみたいと思います。結構ね思ったより安かったですね。ではいただいてみます、割ってみますね。すごい蜜が、はいはい、ねっちょりですね、ぼやけてますね、すごい。ではいただきます。真っ暗で見えないですけど、そして咀嚼音注意ですね、咀嚼音が苦手な方はこの後音をオフにしてください。いただきます。うんうん、ごっ、もうスイートポテト完全に、もう歯型がそのまんまつく。
あんま。これ冷たくなった状態で食うのも楽しみですよ。これ最初買った時は結構小さいかなって思ったんですけど、もうね、想像以上に甘くて、これぐらいのサイズでちょうどいいですわ。本当にスイーツ。ごちそうさまでした。というわけでこの後は帰るだけなので、帰って冷たい焼き芋も食べれたらそれも食べてまたレビューしようかなと思いますので、一旦帰っちゃいます。家に到着しました。そしてお腹が空いたので、この冷蔵用焼き芋を食べてみます。素敵な箱に入ってるんですよね。ペシ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 。4本かわいいさつまいもたちが、焼き芋たちが並んでました。川の字に並んで。これ結構まだ冷たいから、もう少し常温に戻そうかな。割ってみたんですけど、こちらの方がね、水分がすごい、結構すごい。食べてみますか。いただきます。まだ冷たいな。どうなんだ。美味しい美味しい美味しいんですけど、あ、美味しいわ。俺あのね、買ってきたあったかいさつまいもが冷めて硬くなって、少し硬くなった状態で甘い状態が好きなんですよね。その状態に近くなったのかな。ただこれ相当柔らかいっすね。ということで、焼き芋の旅でしたけれども、歯型がそのまま残ってますね。それぐらい本当に柔らかいんですよ。めちゃくちゃっと、そして甘い。ぜひですね、一度食べてみてください。本当にもう焼き芋、今までの焼き芋の常識が覆されますから。ではこの後もちぷよとこの焼き芋をシェアしてゆっくり食べたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。